皆さんこんにちは、サレジンです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。心から感謝しております。本日の動画はレジン堂さんで購入したパーツをですね、こちら作っていこうと思います。それではよかったら最後まで見てください。では始めていきましょう。今回レジン堂さんで購入したものなんですが、こちらのメタルパーツに専用のモールドで作るレジンパーツをこちらのメタルパーツにはめて固定させて作るものですね。こちらイルカさんのメタルパーツなんですけれども、この丸い部分ですね、こちらの丸くなっている輪っかの部分に丸いレジンパーツをはめて作るっていうものを購入してみました。うまくできるかどうかちょっと心配なんですけれども、でこちらは月ですね。こちらの丸い部分にまたそのレジンで餌専用のモールドでレジンパーツを作ってはめるというタイプのこちらはメタルパーツになっております。でこちらが専用のモールドが入っている袋ですね。はい、おまけも入っておりました。蝶々のステッカーかなが2枚入っておりました。はい、でこちらが専用のモールドなんですけれども、すごく小さいです。こちらが先ほどのイルカさんの方にはめる球体モールドですね。でこちらは月のチャームにつける専用モールドです。何せ2つともモールドがとても小さいですね。本当に小さいんですよね。1センチ角ぐらいのモールドで、で球体はさらに小さいと思います。何ミリぐらいだろう、6ミリとかぐらいだと思うんですけど、このイルカさんのメタルパーツよりもかなり小さい丸なので、隙間ができてしまうんじゃないかなともちょっと思いました。で今回使用するカラーはアステリアカラーのウィンターネイビーという新色ですね。こちらを使っていこうと思います。あとニュアンスをつけたいので、こちらのお粉も使用していこうと思います。はい、ではこちらですね、レジン液も使っていきます。すべてレジン堂さんのものを使用していくので、よかったら参考にしてみてください。ではこちらの100円ショップに売ってるこのシリコンマットの上で、カラーを作っていこうと思います。今回球体がすごく小さいので、レジン液は少しにとどめておきます。でウィンターネイビーのカラーですね。こちらはもうとても落ち着いたネイビーカラーでした。冬の夜空というカラーですね。雲レジンとか作る時にバックカラー、背景のカラーとしてこちらの着色剤で作ったレジンですね、を使用されるのもとても綺麗に作れると思います。オレンジとかと組み合わせて作るのもいいと思います。でちょっと薄いなって思ったんですけど、このくらいの薄い色でいいと思いました。ちょっと今回着色剤を追加してしまったんですけれども、何せモールドがちっちゃいので、薄い色じゃないと全部黒く見えてしまうというか、後でニュアンス的にパウダーも入れたかったんですけど、パウダーがあまり目立たないので、本当にほんのり薄いカラーで作ることをおすすめします。エンボスヒーターで気泡を取り除いていきます。どうしても色を混ぜた後ってかなり気泡ができてしまうので、しっかり気泡は取り除いていきます。実際こちらのモールドの、で作るパーツが何ミリで出来上がってくるかっていうのを調べてないんですけれども、かなり小さいですね。でモールドのこの注ぎ口、
ヘジンを注ぐ入り口もすごく狭いので、今回はちょっと慎重にスティックで流してみています。もうスティックでもこうなんだろう、こうはみ出してしまうというか、レジンがこうやって勝手に下の方へ流れていってくれるのはいいんですけど、こちら多分中が静電気とか溜まっている場合ですと全部溢れてくると思うので、その辺皆さん気をつけて作られてみてください。あ、こちら作られた方がおりましたら、もっとこういう作り方があるよっていうのを教えてくださるとありがたいです。結構疑問を抱きながら後半は作っているので、これで合ってるのかなっていう、ちょっと色が濃すぎたので、こちらクリアのレジン液ですね、出していきます。明鏡止水っていう言葉が私あまり好きじゃないので、今度お知らせしますね。で、メデューサのパウダーですね、こちらもちょっと混ぜていきたいのでニュアンスをつけていこうと思います。こちらのお粉もレジン堂さんの粉です。で少し混ぜ、レジン液に混ぜ、レジン液と混ぜて、こちらの球体の中に少しぐるっと混ぜてみようかなって思います。ちょっと色が濃いので、ウィンターネイビーが濃くなってしまったので、うまくこちらのメデューサの粉がこう生きてくれるかちょっと心配でした。はい、こんな感じで硬化していきます。一応3分こちら硬化しました。球体ってなかなか中の方をこう硬化できてないことが多いことを最近判明して、ちょっといつも硬化するよりも球体を作られる場合は多めに硬化した方がいいと思います。後で気泡が勝手にできてるというか、はい、今回こちらちっちゃいパーツでしたので、こちらのフォールドガムですね、ひっつき虫タイプのこちらはガムとなっております。ちょっと皆さんにこんな感じですよっていうのをお見せしたいと思います。こちらはひっつき虫と同じタイプで、よく練ってから使うタイプですね。繰り返し使えるこちらもガムなので、こういったものにひっつけてですね、よかったです。メデューサも結構こう輝いてくれてたのでちょっと安心しました。で、こちらバリが出ているのでニッパーなどでカットしていきます。で、少しヤスリがけも今回してみました。いつもやらないんですけどね。やっぱり、パーツを削るっていうのにまだ抵抗がありますね、私。なぜかあんまりこう傷つけたくないというか、もう今回は凸凹だとね、こういうのはちゃんと仕上がらないのでしっかり削ったんですけれども、やっぱりパーツを削ることが好きじゃないですね。なんででしょうか。で、こちらのちょっと一度はめてみますね、どんな塩梅になるのか。でスッて入ってくれたんですけれども、かなり隙間があるんですね。で、レジン堂さんのサイトにも球体、こちらの球体は結構こう、メタルパーツとの間にこう隙間ができますよとは書いてあったんですけれども、結構こう隙間があるので、どのように固定するのが正解なのかが私は分かっていないです。
なのでこちらもしお持ちの方であったかおりましたら、ちょっとコメント欄でいやこうだよ、作り方本当はこうだよっていうのを教えてくださるとありがたいです。はい、こんな感じで結構隙間があるんですけれども、ちょっと硬化していきます。で今固定終わったんですが、これで正解なんでしょうか。まあ可愛いなっては思ったんですね。でもう一回り大きなものだと今度こちらのイルカさんにはまらないのかなとも思ってみたり、なのでこの大きさなのかなって、ちゃんと計算されて作られた専用のモールドなのかなって思いました。でこちら色を濃く作ったので、ペンダントトップにすごいいいんじゃないかなって思いましたね。今の時期とかとても可愛くないですかね、こちらペンダントにしたら。なんかイヤリングと結構軽いので、このメタルパーツ自体もすごく軽いですし、レジンのパーツ自体も小さいので本当に軽いパーツに仕上がってきます。なので、まあ、イヤリングやピアスでもいいと思いますね。私はもうこれはペンダントトップにしようと思って母親にプレゼントしようと思いました。しっかりコーティングしてですね、本来 こちらの球体を先にコーティングしてからここにこうはめた方が良かったなって思います。はい、こんな感じで仕上がりました。はい、それではここからは本日の、ラッキーカラーとラッキーナンバーをお伝えしていこうと思います。こちら見てくださった時がタイミングです。で今回から解説書は読まないことにしました。自分がカードから感じることを皆さんにお伝えできたらなと思います。でラッキーナンバーだけはちょっと調べてですね、皆さんにお伝えしていこうかなって思います。ただカードに このカードの解説書っていうのはちょっと難しい言葉が使われていて、あんまり伝わらないかなと思ったので、自分なりのこのカードから感じることを皆さんにお伝えしていこうとも思いました。はい、それではですね、7枚目のカードをオープンしていこうと思います。こちらのカードの色味自体も今年のラッキーカラーなので、すごく恵まれたカードなんじゃないかなと思いました。はい、それではオープンしてまいります。はい、どんな色が出るでしょうか。オープン。はい、本日はピーチというカラーですね。でラッキーナンバーは19となりました。はい、なんかこのカードを見てるだけでもいい匂いがしそうなすごくピーチの香りがしてきそうな雰囲気ですね。でとても温かみを感じるので、はい、なんか温かいものをいただいたりですとか、そうですね、いい香りのもの、甘くて自分の癒される香りなどを身につけられるのもいいと思います。でこちらちょっとオレンジっぽいカードなので、暖色系のものを身につけるですとかですね、このいい香り、この甘い香りのもの、ビーチ系の香水とかはないと思うんですけれども、そういったものをこうさっと首元とか手首とかにつけられるのもいいのかなと思いました。またこういった色のリップもされるのも良いと思います。そして19というラッキーナンバーなんですが、こちらは自分を信じて前向きな行動をすると良いでしょうという数字になります。はい、それでは最後まで見てくださりありがとうございます。また本日も皆様にとって幸せな一日となりますように心から願っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。